さて今日は4月の18日だったかな、木曜日です。伊豆、熱川のバナナワニ園でですね、植物園と、まあ、バナナの木とそれから、ワニをたくさん見たわけですけれど、特急電車踊り子号の出発まではもうあと6分しかありません。まあでも心配はいらなくてですね、非常に素晴らしい立地です。もう目の前に線路がそこを横切っていて、すぐ脇のところに熱川の入り口があります。でもまあ6分なんでちょっと急いだ方がいいかな。これから先は特急券を買う必要があるからです。あの私は伊豆の、フリー切符をあの伊豆急で買いまして、もう切符はですね、まあ、買う必要は本来であればないんですが、まあ、これはあの普通列車だけ乗り放題の切符なんでね、これでね、伊豆満喫フリー切符というものは伊東駅の緑の窓口でね、現金限定でしたけど1700円で買ってすごい安いんですが、これはあの普通列車しか乗れないわけです。で今回は、前回までの動画を見ていただいた方は分かると思うんですけど、あの北海道はあの東日本パスというものを使っているんですが、それは伊豆急線では使えませんから、結局あの伊豆急は別の切符を使ってるわけですよね。で北海道&東日本パスはもう、特急列車とか乗ることはできないですが、伊豆満喫フリー切符は特急料金を払えば乗ることができます。今この伊豆熱川にいますが、ここからちょっと北の伊豆高原まで、まあ、わずかな距離ですが、400円の特急料金を払い、そこからバスで大室山に行こうと思います。大室山は伊豆でも1年を争うほど象徴的な景色、海の景色が多い伊豆ですが、綺麗な山の景色というか、まあ、独特の自然の光景を見ることができるはずです。ちょうど今ね新緑の時期ですからまだ少し早いか、いやでも伊豆はあったかいらしいしね、新緑がもう芽吹いてるんじゃないですかね。多分一番綺麗な時だと思いますよ。伊豆急線内の特急料金は一律410円です。伊東から下田まで全部乗っても410円、あらおっしゃった。すごい早いわけではないらしいんですけどね。スーパービュー踊り子とかに乗る場合は座席指定がいますけど、踊り子の場合は自由席で大丈夫です。400円で十何分ぐらいしか乗らないから高いっちゃ高いですが、それでも JR 東日本の特急料金に比べれば随分安いかと思います。座席をたくさん備えた10両編成です。座れることは確実です。今日は平日だしね。観光地としての開発がかなり初期から無職というか、戦後すぐぐらいから始まったこの伊豆ですから、街がそれなりになんとなく古く感じるわけですね。でそこにやってくる特急電車もなんとなく古めかしく、これもまた伊豆を、一ついい味付けをしているような気がします。あ、自由席こっちだった。グリーン車の前側なんですよね確か。まあまあお客さんもこの時間に汽車乗ってるな。混んでる混んでる。窓を開けて景色を見ている人もいるので私もそれをしてもいいかと思いますが、自由席の窓側がそもそも混んでいます。おー綺麗だな。ただ問題です。私の前の席にですね、小さいお子さんを連れた家族がいたので、ちょっとやっぱ大きい音がするとね嫌かもしれないから開けるのはやめておきました。しかしあの周りの人たちの格好を見るとみんななんか半袖の T シャツとか、ずいぶん涼しそうな格好をしてますね。気温は25度だそうです。私だけですよこんな分厚い格好してるの。さすがに25度あるかなと思うんですが、まあ、電車の中の気温が25度なんで外は20度ぐらいかと思いますけどね。厚着してる人って全然いないな見てみると。私ね、なんかね、薄着って苦手なんですよね。いっぱい着てる方が安心感があるし、それから朝とか夜とかは寒くなるんだったらやっぱ上着着といた方が、昼間のそんなめちゃくちゃ灼熱ってことでもないんで、昼間ちょっと暑いのを我慢してでも、まあ、朝晩で私はポカポカ暖かい方がいいかなって感じなんですけどね。特急電車が行くのを見送ってますが、よく考えたらそんなには時間がないんだったな。これから大室山に行きますが、バスに乗り換える必要があります。このわずかな距離でも特急電車に乗ったのは理由があって、これの前の普通電車だったら400円のお金はかからないんですが、そうするとね30分ぐらい早くバナナワニを出なきゃいけなくて、あまり、植物園の方とか見学する時間がなかったんですね。だからこの特急電車に乗ればバスの出発時間ギリギリに伊豆高原の駅に着くことが分かったのでそうしているんですけれど、つまり出発時間のギリギリなわけですよと思ったら、私の勘違いでまあまあ時間ありましたね。まだ、20分ぐらいあるみたいだからゆっくりで良さそうです。ちょっと古い感じのエスカレーター、そんなめちゃくちゃ古くもないけどな。
これ今はお客さんそんなにいませんけどね、伊豆から来たあの上り列車に乗ってきましたんで、まあ、降りるお客さんは大していないわけですけど、あーだろうな、時期によっちゃすごい混むんでしょうね。ここが伊豆高原か、初めて来ました。すごいなこれ、大人もびっくりだ。大人が見てるよ本当に。実際に今度伊豆高原の電車祭りがあるんだそうで、多分その目玉として作ったんでしょうけどね。 EF66 これなんだ、リバティか。ただの肝心の伊豆急行の電車が全く見当たらないんですけどね、どっかにあるのかもしれないが、ないんじゃない。伊豆急、小田急ですらあるのにスーパービューを取り込む一つもないのか、一つもないのかっていうとなんか文句言ってるみたいですけど、ちょっとなんかかわいそうだよな、伊豆急の電車がないっての。お昼ご飯は金目鯛でも食べよう。そばどころ石川、金目鯛の天ぷらが出てるな。こっちにもあんのかな。伊豆高原駅ってのはなかなか立派なところなんですね。こんなにすごいとは知らなかった。これも売ってるわ、テナント。安いのか高いのか知らんが、これにしようかな。味は文句なしに良かったけど味は文句なしに良かったけど、次に、来た時はあれだな、あの定食スタイルのやつにしよう。私はあのご飯と魚は別盛りの方がいいみたいです。うなぎとかね乗ってる方が美味しいんですけど、なんか何か食べ方違いがあるのか分かりませんが、まあまあね、あと15分でバスが出ます。いやさっきと言ってることが違うじゃないかと思うでしょうけれど、やっぱり伊豆高原の駅がこんなに立派だったらここでお昼ご飯を食べようというふうに気が変わったんですね。まあ、だからあのバスを1本逃しまして、バスはね30分間隔で出てたみたいで、その後トイレ行ったりとかしたんですけど、意外と伊東駅が大きくて、また私まさか出口が2つもあると思わなくてですね、駅の中でもあれどっちかなどっちかなっていろいろ迷いまして、すごい時間ギリギリになってね、45分発だったんですねバスはね。であそこの駅の玄関を出たのがまあ大体44分から45分になるかぐらいの頃合いだったわけですけれど、まあねバスはまだいるかなと思ったんですが、動き出して行ってしまったような音もしなかったし、まあ多分早く行っちゃうってこと、まあそういうことは多分しないと思いますんでね、バス会社は多分まあ私が間に合わなかったんでしょうけど、まあともかくいないので、バスはまだあと30分待てば来るんですが、あと25分ぐらいかな。でもまあタクシーもこんだけいっぱいいるんですね。タクシーもなんかねこう今は割と暇な時間帯みたいですけど、駅で30分また潰していくか。でももう食事もしちゃったからな、先に大村山行けばよかったですけど。まあ、たまにはタクシー使うか。運転手さんにいろいろ聞かせてもらいました。2140円だったから、まああのそんな安くはないけど、でも伊豆高原からもそんなに離れてはいないみたいですね。これ左側にあるのが大室山ですが、これを見てもあまりよく分かりません。まあ、もうちょっと上に登ったらその形も見えるかなと思います。大室山を登るには歩いてもですね、タクシーの運転手さんが若い時に、小学校5、6年の時にたったったとテンポよく登っていって、30分ぐらいかかるということでしたが、まあしかしここで見てみると結構な山です。で今はですね歩いて登ることはできなくなっているそうです。なのでここの、リフトに乗ってそれで上に上がると、繁盛する時期になるともうここからですね大勢の行列がダーッとこう外の方まで伸びて、リフトを乗るのも一苦労という状態になるそうです。あれタクシーに乗ることについて私は今回そんなにあの躊躇しませんでした。まあお金はバスの何倍もするわけですけど、バスだと360円ですから、1800円ぐらい高く払ったわけですが、ただその代わりに、ね、あの地元の運転手さんからですね、まあ、しかもあのタクシーの運転手さんで、まあ、結構こういう地方だとね、あのもう生まれも育ちもここという方が多いので、観光案内とかねいろいろ話を聞かせてくれるんですよ。それで結構その案内の料金も含まれていると考えれば、まあ、割と効果的な支払いかもしれません。でこのリフトで上がるわけですね。ちょっとゆっくりになりましたけど、これね前は歩いて登ることもできたらしいんですが、歩いてこの山を登ると、その歩いてきた人たちが作った道を、勢いよくこう水が流れてですね、その土砂が下に落ちてしまうので、それを避けるためにもうこの道はあの、道というか歩いて登ることは禁止ということになったんだそうです。ただタクシーの運転手さん、まあ、それもねどこまで本当かは分からんと、あのもしかしたら、このリフトに乗ってもらうためにそういう風にやってるのかもねみたいなこと言ってました。まあ、なるほどと思いました。買ったのはこれですが、これわさびソフトクリームね
ソフトクリームじゃん、アイスクリームですけど、静岡県の名物といえばわさび、特に伊豆は有名です。美味しいんですが、割と本格的にわさびでして、すごい辛いんですよね。私辛いの苦手だから、どうしてもね、これは勢いよく食べると涙が出てきそうですけど、さっきね、あたがのバナナワニ園で なんかの話しましたね。あのなんか大王魚の話をしたと思います。寿司であのこれはタイとして売られている魚ですよみたいなことを言いましたけど、あのわさびも、普通にわさびというだけではもう今時わさびを食べることはできないですね。本物の、なんかこうわさびのわさびだっていうのかな、なんかこうね、あの水がきれいに流れているようなところ、長野県とかで作っているような、まあ、静岡県でもいいんですけど、あのわさびは本わさびという言い方をしておりまして、まあ、これはあの静岡県の本わさびを使って作ってるらしいんですよ。だからこの辛みは別になんかこう人工的に作ったものとかではなくね、あのちょっと爽やかな辛みなので、美味しい辛さではあるんですが、自分が辛いのが苦手なのはまたそれとは別の問題というわけです。ゆっくりで快適なもんでいいですね。素晴らしい景色です。若者としてはですね、まあ、やっぱりあの歩いて登るかリフトでお金を払って登るかという選択を迫られると、やっぱそこでこうお金を払って登る、自分の体力でもってその山の急峻さを克服しないということをですね、選ぶというのはなんだか逃げ道のように思われて、なんか不名誉に思うわけですけれど、今回はね、大変幸いなことに、この山道を歩いて登ることは禁じられているわけですから、まあ、自分であの登っちゃいけないんだから、これしか選びようがないという言い訳になるわけですね。楽をさせてもらっています。着きました。ここが大室山ね。立派すごい山、こんな結構ギリギリのところまで行けるんですね。落ちたら怖いですが、今あの下のところから上がってきたわけです。まあ、ちょっとこう風で吹っ飛ばされたらゴロゴロ転がってきそうですけどね。でも本当に立派なパノラマです。こっちが伊東方面、あそこが伊東市街中心部かな、多分そうでしょうね。ちょっと見てもわからないんですけど、伊東駅とかがあれば私にもここがどこだかすぐ見分けがつくんですが、まあ、多分駅はどっかこの辺だろうな。でその裏の方に多分熱海があるんでしょうけど、ちょっとわかりませんね。こっからではね、多分このこっちの辺りが熱海ですよ。でここが、どっかこの辺にあるはず。初島、静岡県唯一の、有人の離島なんだそうです。向こうには伊豆大島が見えるはずですが、ちょっとここからでは見えなくなりましたね。一番上のギリギリのここでね、自動でカメラで今から撮りますよとか言って、まあ、それであの勝手に写真だけ撮ってね、あなたいりますかってあの売り付け記念撮影あるじゃないですか。売り付けっつったら、まあ、あの買うか買わないは買わないはお客さんの自由なんですけど、でそこで撮った写真をもうあそこへ着くまでに現像して、立派な入れ物に入れていりますかって見せるわけですね。で、あの私の写真もね、あの、まあ、当然全員が対象なんで撮られるわけですが、まあ、あの前に大阪に行って一人でクリスマスの日に観覧車に乗った時以外は、全くそういったことはあの買ったりとかはしてないんですけれど、でも結構ね、この立派な景色の後ろ、特に今日は見えませんが、天気のいい日には富士山もこの後ろにバッチリ見えるそうでして、そういった状況でね、後ろにこう結構綺麗ないい写真だったんですよ。記念に買っちゃおうかなとかちょっと思って一瞬だけあの迷いましたが、まず1枚1200円なので買いませんでした。1200円でも買う人は買うからそういう値段設定なのかな。300円ぐらいだったら買ったと思うんですけどね。伊豆高原の駅からここまでの間、もうほとんど途中大室山を見ることなくタクシーですぐ着いてしまいましたので、この山の姿を皆さんにほとんどご覧に入れてないと思います。だから今のうちもう一度ご説明しますが、この大室山というのは伊豆半島の下を通るマグマ、それがなんかそんな何千年ぐらいの単位らしいんですけど、もうちょっと昔にですね吹き出して火山大爆発した、まあ、その後だそうです。まあ、火山と言いますが、あのマグマの噴出によって形成された火山というわけでして、その時に噴出をされた、まあ、岩、なんて言ったかな、スカルノとかなんかそういうものだったと思うんですけれど、そういう、まあ、あの火山の岩みたいなもので、この辺りにはこうたくさんそれが降り積もり、山となったわけだそうです。でそういった理由から、この辺り周辺はですね、あのほとんどもう岩だらけで、地面を掘っても掘っても、岩がたくさん出てくるから畑には全く適さない、そういった地面だったらしいですね。これタクシーの運転手さんから聞いたらしいんですけど、だから全然農業もできなくて何にも使いようのない山だったんですが、伊豆急行がこの辺りもですね開発してきて、ちょうど高度成長期の頃から、この辺りの価値を別荘地に見出し、そして割と、山がですね あるとは言っても、あの割となだらかで、割と平べったいようなこう裾野みたいなものが広がっている、そういう地形だったものだから、それが、割とうまくいきまして、
別荘開発としてね、あの道中でも様々な住宅街のようなところを通ってきたんですが、それらはもうほとんど別荘ですよ、9割別荘ですみたいな、そんなことを言ってました。先ほどから皆さんのご覧に入れているこれは大室山の火口です。ここが前こうボーッとこう噴火してたわけですが、それが今こうこのようにこう塞がります。まあその火口はね、あのマグマが冷えて固まればそこで塞がるわけですけれど、このように広くなっていて、降りたところは今アーチェリー弓矢かな、なんかそういったものでこうやる人が2000円ぐらい払うとあのできると、まあそういうような場所だそうです。でアーチェリーをやらない人は降りられないそうですが、まあそこまで降りていくのも結構な手間なので、まあ、別に降りなくてもいいかなという気もします。お鉢巡りのその時間は1周で約1時間だそうですが、私はそんなにはかからないかなと思います。でさっきの話でしたが、私が方角を勘違いしていただけだったようですけれど、今日は晴れていますので伊豆大島がやはりここから大きく見えます。また大島のかなり下の方まで見えてましてね、あの町の中心部、大島の中心元町の港なんていうのもあのここから見えてます。向こうには豊島、新島、三宅島とか、式根島とかそういったものが見えることもあるんですが、今日は式根島、三宅島、神津島、そういった島はちょっと今日は見当たらないようです。本当によく晴れた特に冬の日など、伊豆諸島がかなり遠くまで見渡せる場合もあります。またこの大室山からね、あの東京方面を見るとスカイツリーが見えることもあるらしいんですが、さすがに今日はそこまではあのよく見えないようです。そしてまた残念ながら静岡県方面、まあ、ここも静岡県ですが、静岡市方面は、雲が覆っておりまして、富士山の影は全く見当たりません。目の前に見えるのは観光の名所伊豆シャボテン公園です。まあ、作った施設なわけですが、鳥が飼われてるのかな、アヒルというよりは白鳥の類なのかなと思いますけど、アヒルかな、白鳥だったら飛んでっちゃいますかね。ああいったものに餌をやったりして遊んでいる人の姿が見えますが、山の上からこれを見下ろすというのがまたあの楽しいものだし、それから入園料をここはケチっていると、まあ、そういうことにもしかしたらなるのかもしれません。あのアヒルの群れが歩いているのを見たい人は大室山に登れば、リフトの料金500円でアヒルの群れとそれから大室山を両方楽しむことができます。あのピラミッドみたいなやつの温室の中に熱帯植物とかそういうのが多分あるんでしょうね。今見ると山頂のあたりに少々の木が生えているみたいですけど、基本的には大室山に木は生えていません。これは毎年ここで野焼きをしているからですね。2月の頃になりますと、まあ、天候によるわけですが山に火を放ち、まあ、山がつまり燃えます。そういうことをやることによって、ここで、生えている、まあ、蚊帳、まだそんなにあの芽が出たばっかりでね見当たりませんが、ここに生えている蚊帳が、よく伸びて、そしていい蚊帳が手に入る、まあ、それがあの江戸時代からの伝統であったので、まあ、今でも別にその蚊帳を使っているということはないと思いますけれど、その名残として毎年、初春の春の風物詩として、ここで野焼きをやっているようです。あの毎年それで火をつけられちゃいますんで、ね、そうすると、まあ、木としてはたまったものではなく、こんな立派な大木になるようなものはあの火を耐えられるごくわずかなものに限られますので、そして結果的に大室山は、全体的にこう草に覆われた緑の山になっているようです。でまあ、おそらくなんですが、このコンクリートの脇を見るとね、コンクリートの脇だけこう植物がちょっと茂ってるわけですよね。ここは緑が濃くなっていますが、まだ一方であの春もね4月が始まったばっかり、いや4月中旬かぐらいですから、まあ、多分5月6月ぐらいにならないともっと緑が生えてくるってことにはならないんでしょうね。まだちょっと少ない。ここだけ生えているのは多分コンクリートが日に当たってあったかくなっていますから、その熱の恩恵を受けて成長が早いんでしょうね。ここだけね、なんかちょっとこうここにすぐところだけ豪華なの分かりますか。一方でこの木に芽吹いた葉っぱとかこういったものはもうとても鮮やかな緑です。いや新緑の時期ってのはいいですよね。あの紅葉もいいけど新緑ってのは本当素晴らしいと思うな。最長往復切符の時に、2017年でしたが、大学もねあの行かず、5月6月に長旅をするという、旅を多数するという、まあ、経験をしましたので、それで分かったんですが、あの新緑ってのは本当に素晴らしい時期で観光にもふさわしいんだけれど、ただあの5月6月とかね、まあ、忙しい時期にもなりますので、なかなかそれを味わう機会がないでしょうね。4、5、6月この時期に日本をあちこち巡るととても素晴らしい思いができると思います。この辺りがちょうど三角点の近くで、河口越しに彼方に伊東の中心部がまたもう一度見えるようになります。であそこの北側は確か宇佐美町だったと思いますんで、まあ、あの辺までが伊東の北限なわけですけれど、ちょうどこの山の上の部分から伊東の市を全て見渡すことができます。反対を見渡せばちょうどあの、崖のあの辺りになるとまた次の東伊豆町になるようですが、その手前のこの辺りまでが、全てやはり伊東して、
ちょうど今下の方のね、あの緑がかなり鮮やかになっている頃合いですけれど、この辺がその大室山の噴火によってできた伊豆高原と言われるエリアだそうです。伊豆高原はつまり元々はただの山だったのですが、それを開発してたくさんの別荘を建て、この中のどれほどがそうなのか分かりませんが、おそらくはもうほとんどが一戸建ての住宅それぞれが伊豆高原に開発をされた別荘なのだと思われます。実際見てみると別荘みたいな作りの家が多いですよね。これあんまりなんていうかこう実用的というよりは雰囲気重視の設計をしているのかなって気がしますが、実用性もなくはないと思いますけれど、ちょうど三角点、すなわち山頂を過ぎて下り坂に切り替わったところですが、あそこに田園地帯が見えます。あんなところに田んぼがある、不思議だなと思います。周りと比べてあそこだけあんな広々とした田んぼどうしてたのかなとちょうど思っていたところで、このようなありがたい解説があります。この大室山から溶岩が流れ出して、川をせき止めてあそこに湖を作ったそうです。そのせき止め湖、それを明治時代になってから干拓しまして埋め立てて、そこに田んぼを作ったそうです。隙間があればとりあえず田んぼを作りたがるのが、日本人というか、そうであって、くれているからこそ、お米の自給率が 90% を超えているわけですけれど、なるほどね、確かにこうやって見ると湖の形にしか見えません。空からね、こう光の筋が差してるのも見えてなかなかありがたい光景ですけど、大室山は別に伊豆半島のその一番高いところというわけではありません。タクシーの運転手さんも言ってましたが、伊豆半島はその真ん中に向かえば向かうにつれて、一つの山のような山脈のようなもので、真ん中に向かうたびにどんどん高さが上がっていくというのだそうです。ただね、この大室山は伊豆高原の中で一つ抜きん出た高さを誇ってますから、これはこれで素晴らしい眺め。本日はそれほど多分いい方のコンディションではあるでしょうけれど、もっと良くなる、そういう、こうなんていうかな、余地はあるでしょうか。東京の方面まで見えるわけでもないし、神奈川県方面もかなり霞んでいます。多分本当によく見えるのは冬の朝早い時間とかだと思うんですが、もしまた冬の相当寒いと思いますけどね、今この上着着てても風吹いてくるんで、これで十分な温度なわけですけど、冬の時期にまた来ることがあれば、朝早い時間旅館を出発して大室山に登るのが勧められるかもしれません。あと、そうそう、一つ言い忘れていたことですが、最長往復切符をねやったのは、私がほぼその代名詞とさせてもらってるのかなと思いますけれど、JR の最も長い乗車券、最長片道切符っていうのは、以前からいろんな人を魅了しているわけですけれど、その最長片道切符の旅を以前テレビの放送で NHK によって、その最長片道切符の旅といってね放送したことがありました。2005年の時だったかな、2004年だったかな、その頃だと思いますけれど、その時に、最長片道切符の旅の、主役を務めた関口智弘さんが、お父さんがね、関口博って有名な俳優らしいんですけれど、あそこの伊東にマンションを持ってるとかで、そこに住んでいてですね、でよく、出身もこの辺り伊豆らしいので、こっちの方にこう、よく遊びに来て、ここで何か創作活動、曲を作ったりとかね、そういうこともしたようです。近頃ではあまりそういうことはやっていないと言いますが、あそこの広くなっている河口の下のところ、そこにですね、夏になるとステージを作って、そこでコンサートを開いたり、そういったことをしているそうです。だから結構その関連の地なんですね。あんまりその芸能人とかそういった方面には詳しくはありませんが、ここも最長片道切符ゆかりの地ということができるかもしれません。おそらく空気は朝の方が澄んでると思いますけど、絶対これ午後の方がいいな、いや絶対とは言いませんがね、午後は夕日といいますか、日が後ろから当たりますんで、日が当たってる方がやはり景色がよく見えるもんです。だからね、下る時に日が美しく当たったこの伊東市と伊豆高原を一緒にこう眺めながら、目の前もちょうどこうゴルフ場ですけど雰囲気がいいもんですからね、これを見ながら降りていけるっていうのは大変なおすすめですよ。ちなみにここは伊豆高原駅からバスで、20分ぐらいですが、それ以外にも、伊東駅からもバスが出ておりまして、そこからバスで700円ぐらいかな。だから伊東観光のついでにこっちへ来るっていうのもそんなに手間ではないわけです。伊豆高原からここまで1200円あれば山の上まで登ってくることができますし、伊東からだと多分往復1500円、2000円ぐらいかかるのかなと思いますが、でも2000円でこういう思いができるなら十分かと思います。
伊豆高原駅まで、伊東から伊豆高原まで電車で行って、伊豆高原からバスで来ると、あの伊豆高原駅までの電車賃がまあまあするので、まああまり得策ではないかなと思いますから、まああのあっちの方へね、なんかこう私みたいにフリー切符があってそれでただ行けば大丈夫とかそういう人でなければ、バスで直接アクセスをするのがまあいいでしょうね。しかしこういったリフトっていうのは、ね、いつもスキーを履いて乗るのが普通ですから、足が重く感じるわけですよね。逆に言うと今日はスキーを履いていませんので、なんかとてもこう違和感があって、リフトに乗っているのに足が自由なのは不思議だなと、そんな風に感じるものです。まあこれも一種の条件反射かもしれません。このリフトあれなんですね、なんか違和感があるなと思ったら屋根がついてるんだな。雨が多少降っていてもいいようにってことなのかな。雨が降っててもね、あの上 の, あのレストハウスみたいなところですか、そこにもトイレもありますし、かなり整っているので、まあ景色がいいかどうかは別の問題ですけれど、楽しめるとは思いますよ。最悪だ、降りてから思い出した、あの記念メダル上にあったのに買うの忘れてた。見つけた瞬間に買わないとダメですね。いやどうせ後で、まあ、忘れないだろうと思って、とりあえず見て回る時間を取ろうと思ってね、メダル買うの後回しにした。いやあのさっきね、あの、バナナマリエの動画ご覧になった方は分かると思うんですけど、あの観光地に行くとあの必ず売ってるお決まり の, あのメダルがあるんですよ。で私もそれはあの前からあの意識はしてたんですけど、もう何年も買ってなくて、久しぶりに十何年ぶりにコレクションを始めようと思って、さっきも1個買ったところだったんですが、大村山に着いたら早速もう1個見つけたから、よし買おうと思ってですね、買うの忘れちゃいましたね。金悲しいね。これ年間ね、あの100万枚ぐらい売れてるらしいですけど、100万枚ってことは1枚500円なわけですから、年間5億円の売り上げですか。大したもんですよね。さっき1個買ったのはこれだったんですけどね、バナナワニエンのやつ。ああまあいいわ、また来た時に買えばいいですね。静岡 DC 開催中だって。横断歩道で通ったもんだからバスを待たしちゃいました。申し訳ないことしたな。歩行者優先だからね。合図したら先に行ってくれましたけど、これ今度あれだな、これを間違えてバスの運賃箱に入れないように気をつけないとな。大室山はあれですかね、下から見るとこういう風に見えますけど、下まで全部草に覆われているだけで木がないというのが特徴の山でした。バスですけどね、あの結構細い道をこうくねくねと通りまくってて、なかなか難しそうでしたが、ここで終点だよな、ここから先も運行があるみたいですね。だから多分さっきはバスが遅れてたんだな。あ、伊豆急行の本社ってのはここなんだな。そうか、知らなかった。勝手に今中に入るのはあれですけど、何の車輪だろうなこれ。残念、何の車輪かはちょっと書いてないようでした。まあ、ともかくメダルを買い忘れてしまったのは心残りですが、いい教訓を得ました。伊東までこれ行って、伊東から先は熱海まで、どうもね次はあの伊東熱海間はあの普通列車の運行があるらしいんですけど、伊東まではやはり特急で行かなければいけないそうです。また短い区間で400円の追加の支払いが必要ですが、もうすぐなくなってしまう古い電車で、行くことができるはずなので、まあそれもそれでいいかと思います。